ゴルフちゃん TV へようこそ。このチャンネルはゴルフの魅力を伝えるがテーマのチャンネルです。いろんなスイングが見れますので、面白いと思ったらいいねとぜひ動画下のベルマークを押してチャンネル登録をお願いします。今回のテーマはこちら、早速見ていきましょう。アマチュア時代の2014年に15歳で女子プロツアー史上最年少優勝を果たして注目された勝南プロ。プロツアーに本格参戦した18年に1勝、今季もすでに2勝を挙げ好調です。勝南プロに対するこれまでの印象は、パターが絶好調に入れば勝つという印象でした。どういうことかと言いますと、勝南プロのショットについてばらつきが出るという不安定な部分があったのです。しかし今季の彼女は違いました。今季の勝南プロのスイングは体幹がぐんと強くなり、クラブに振り負けなくなったのです。おそらくオフのトレーニングの成果だと思われます。もともと勝南プロはパターを得意としており、その得意とするパターの体幹主体のストロークをドライバーまで延長して打つというイメージに切り替えたようです。実際に2019年6月からパーオン率が8位に急上昇していることからも、ショット力が上がったことが証明されています。勝南プロがどのようなスイングでショット力を上げたのか気になりますよね。早速分析してみていきましょう。勝南プロのスイングを分析。勝南プロのドライバーショットが曲がらなくなった理由、その秘密は肘から下を使わないパター打法だったのです。このパター打法とは、先にも申し上げた通り、体幹主体のパターのストロークをドライバーまで延長して打つというものです。細かく見ていきましょう。1、グリップは10フィンガーグリップ。勝南プロはアマチュア時代から10フィンガーグリップでドライバーを握っています。このように右手の親指がグリップに対して斜めではなくてストレートになっています。補足をしておきますと、この10フィンガーグリップとは、オーバーラッキンググリップやインターロッキンググリップのように、右手の小指を左手に絡めないで10本の指で握るタイプのグリップのことです。10フィンガーグリップのメリットとしては、飛距離が出やすい、どちらの手が手動でも振りやすい、振り遅れを軽減できるなど、初心者でも違和感なく握ることができ、女性やシニアの方に好まれる握り方です。ただ一体感が低い、力みやすく安定感に欠けるなどのデメリットな意見もありますので、そこはご自身のスイングに合わせてくださいね。アマチュア時代から勝南プロは通常のグリップに比べて怪我しにくいだけでなく、よりスピーディーに振れると感じ、この10フィンガーグリップを採用しているようです。両腕を伸ばしたバックスイング。勝南プロはハーフウェイバックでも肘を曲げないことで、アドレス時の両腕を伸ばした姿勢がキープできています。3、腕を使わないので上半身が回る。腕だけで体を動かさないことで、トップでは上半身全体がしっかり捻転した形の綺麗なトップになっています。またこの時勝南プロはトップでも手首を曲げていないのがわかります。トップ中でも手首の角度はアドレス時と同じで、肘から下が固定されたバッティングのようなスイングになっています。4、フォローでも三角形をキープ。
肘から下を、とにかく動かさないことで、フォローまでしっかりと、両腕と手首の三角形をキープする、理想的な形を維持しているのがわかります。このように、勝南プロのスイングは、アドレス時の肘から下の形をスイング中キープし、パターと同じ感覚での正確なロングショットへとつながる、体幹のパワーを生かしたアスリートスイングへと進化したのです。いかがでしたでしょうか。勝南プロのスイングを見るとわかるように、テイクバックとダウンスイングでの同じ位置で、クラブと腕のアングルがほとんど変わっていません。ノーコックがいいということではありませんが、手先を使わず、体幹を使って大きなスイングを作るというイメージは、アマチュアが真似するべき重要ポイントですね。体幹を100、肘から先の手先側は0。というパワー配分をイメージして練習してみてはいかがでしょうか。この勝南プロの体幹 100% の打ち方はどのようにしたら身につけられるのでしょうか。勝南プロの体幹の使い方をイメージするには、ゴムバンドを両肘の上につけてスイングのセルフチェックをしてみましょう。ゴムバンドに張りを持たせるテンションを腕の力ではなく、胸を開いて作ることがポイントです。それが、体幹と肘が連動した状態となり、そのゴムバンドのテンションを保ったまま、クラブを持ってスイングしてみましょう。この時、ドライバーではなく、最初にパターから始めるとより有効です。ドライバーショットに悩んでいるあなた、ぜひ試してみてくださいね。ショットの改善も成功し、成績も上昇中の勝南プロ。今後も期待しましょう。いかがでしたでしょうか。それでは次のスイングでまたお会いしましょう。登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。